藤岡隆弘は、群馬県北群馬郡小持村出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。長尾小学校2年生で長尾イ、e、ースターズに所属し、野球を始める。小持中学校在学中は、野手として、プレーン、2年時には一塁手として出場し秋の県大会ベスト8。桐流第一高等学校進学後に投手に転校。入学当初は、 体も小さく急速は時速 120km 程度だったが、走り込みと筋力トレーニングの成果が出始め、2年次の第88回全国高等学校野球選手権大会では外野手の控え選手で出場。初戦の佐賀商業戦に外野手として途中出場し2打席のーヒット。次戦の東洋大姫路戦では出場の機会なしでチームは敗退。 この時の東洋大姫路で登板したピッチャーが、後に東洋大学で一学年先輩となる、乾斜信頼である。翌年の第79回選抜高等学校野球大会は、外野手兼控え投手として出場し、初戦で、宮古の城戦が、岡と対戦を支配隊。9回で被安打6、脱三進数8、自責点2。3年時には、 急速140キロの直球を武器に、県内屈指の左腕に成長、エースとして臨んだ夏の群馬大会は、決勝戦で、前橋商業校に敗れたものの、得意の直球で勝負を挑み、前橋商業の樺沢県首相に、勝ち越しの本塁打を打たれたことに対して、悔いはないと答えている。東洋大学時代高校卒業後は、東洋大学経営学部経営学科に進学。 一年次の春からリーグ戦に出場。2009年秋から2010年春にかけて39回連続無失点を記録。3年時には開幕から3試合連続で完封勝利。6勝を挙げてチームの優勝に貢献し大会 MVP を受賞。続く第59回全日本大学野球選手権大会でも日冠党の 活躍で優勝に貢献し、最高主君選手賞と最優秀投手賞を受賞した。秋も最優秀投手賞を受賞し、第5回世界大学野球選手権日本代表に選出された。4年次から副賞を務め、2011年等と大学春季リーグ戦では、全11試合に当番5勝を挙げて2度目の MVP と最優秀投手賞を受賞。 6月の第60回全日本大学野球選手権記念大会では2回戦で大会大記録の1試合19奪三振を達成、決勝も延長10回を完投するなどの活躍を見せて東洋大の連覇に貢献し2年連続の MVP を受賞した。7月に米国で開催された第38回日米大野球選手権大会の大学日本代表に 選出。第2戦で、先発登板し、6回を批判打6、9奪三振。第5戦で2番手で、登板、2回を批判打0、2奪三振。東都大学リーグで投球する、藤岡2011年東都大学周期リーグでは8試合に、登板し、6勝1敗、防御率0.93。 2011年10月11日神宮球場にて行われた周期リーグ第6週の対アジア大学戦では通算脱三進数300を記録して関東勝利を挙げ東洋大学高橋昭夫監督のリーグ史上2人目の通算500勝目を続く10月25日最終週でリーグ新記録となる 高橋明夫監督通算502勝目となる試合で、関東勝利を挙げた。2011年秋リーグで、ベストナイン、関東賞、最優秀投手賞受賞。通算成績は、東都大学リーグ戦で49試合に、登板27勝9敗、脱三進数323、防御率1.31。全国大会で登板試合11試合、投球回数59。 脱三進数74、防御率0.92。野村雄介、菅野智之と共に、大学ビッグ3と呼ばれ注目される。2011年のドラフト会議では千葉ロッテマリーンズ、横浜ベイスターズ、東北楽天ゴールデンイーグルスの3球団から一巡目指名を受ける。抽選の結果、ロッテが交渉権を獲得し、 11月11日の午前11時11分11秒に仮契約を結んだ。背番号は18。2012年の開幕は、同期入団投手の中後雄平増田直也と共に一軍登録でのスタートとなる。新人選手が3人同時に一軍スタートとなるのは2008年以来4年ぶり。プロ初勝利のウィニングボールを手にする。 藤岡4月1日、東北楽天ゴールデンイーグルス、1000でプロ入り初登板を果たす。時速150キロメートルを記録した直球と、内外に投げ分けたコントロール抜群のスライダー、急速さの大きいカーブを織り混ぜた、投球内容で、7回2、3を投げ、打者29人に対し投球数 128, 被安打4、予死球2、失点2、脱三振6という内容で、 初勝利を挙げた。なお4回まで毎回となる6奪三振はすべて空振りで奪っている。この勝利でチームとしては1957年以来55年ぶりの開幕3連勝という記念試合になった。今季の12球団の新人投手としては初勝利は一番乗り。試合後のヒーローインタビューで手にしたウィニングボールは 母親にあげますと、笑顔で語り、その後球場に観戦に来ていた両親へと手渡された。ロッテの新人投手の初先発初勝利は、2008年4月26日の福岡ソフトバンクホークス戦で、唐川祐斧が記録して、以来4年ぶり、ドラフト制度以降では、チーム5人目となる。また開幕カードでの初先発初勝利は、 1950年に、江の木原義が、関東勝利を挙げて、以来、球団史上二人目。続く4月15日のソフトバンク戦で先発支給会を、10奪三振1失点の内容で、プロ初関東勝利を挙げ2勝目。4月30日のソフトバンク戦で6回4安打だ3失点の内容で3勝目。新人が4月までに3勝を記録したのが、 毎日時代の荒巻厚し、江野木原義、上野茂雄、中西勝美に次いで、球団史上56年ぶり5人目の解挙。この日は同期入団の投手中あと平、増田直也と共に3人で、お立ち台に上がり、本拠地球上で、初のヒーローインタビューとなった。その後は、勝ち星も伸び悩み、二軍降格も経験するなど、 シーズンを通して6勝7敗という成績で終わった。2013年は開幕から先発ローテーションに入るものの調子が上がりきらず5月10日に登録抹消。一軍復帰後はロングリリーフでの起用が主となり39試合に登板。防御率、勝ち星、イニング数、被安打、死死球などが前年よりを劣った成績となった。 2014年は規定投球回に満たなかったが、リーグワーストの基本類打19本を記録し、防御率も4点台中頃と大きく、成績を悪化させた。2015年、開幕ローテーション入りし、4月1日の北海道、日本ハムファイターズ戦に先発したが、5回4、失点で、敗戦投手となり二軍落ちとなった。その後に軍で調整を進め、5月2日に一軍。 昇格して、日本ハム戦で先発したが、今度はさらに内容を悪くし、3回8失点と、打ち込まれ前日に続いて、投手陣が崩壊したため、怒り浸透の伊藤勤監督から、プロ野球の投手じゃないと告表され、またも二軍落ちとなった。6月に再昇格したがその後は、中継ぎで登板した。最終的にこの年は31試合に登板し、 二勝二敗、六ホールド、防御率3.79、中継ぎでの成績は、防御率2.21の成績を残した。2016年は中継ぎとして登板し32試合に、登板した。プロ入り後初めて年間の先発登板0に終わったが、シーズン防御率は2点台を記録した。2017年も中継ぎの一人として、開幕ベンチ入りをしたが不調で二軍落ち。 復帰後の4月25日の対楽天戦、4月28日の対西武戦と立て続けに1回を無失点に抑え、復調しかけ、5月4日の対日本ハム戦でも5回に、登板してこの年初めて走者を出さずに無失点に、抑えたものの、次の回に6失点と炎上した。この試合以降も登録抹消と昇格を数回、繰り返したが、全試合で失点し、 7月の頭に2軍に、降格以降は1軍登板なしに終わり1軍未勝利、終わるなど自己アーストの成績で終わる。2018年は先発復帰を目指していたが、開幕から1軍登板がなかった。2018年7月26日に、岡大会との交換トレードで、北海道日本ハムファイターズに移籍。背番号は、56。 移籍後3年ぶりとなる一軍での先発登板を含む4試合に登板したが勝利を挙げることができず2敗を喫した2019年は2試合の登板にとどまっていた2019年6月28日吉川光夫、宇佐美慎吾とのトレードで鍵谷洋平と共に読売ジャイアンツに移籍背番号は47これは令和における 日本プロ野球発のトレードによる遺跡であった。しかし、遺跡後は一軍登板なくシーズンを終えた。2020年は12試合に起用され、防御率3.12ながら、ホイップは1.62と不安定な、投球内容だった。10月28日のイースタンリーグでの楽天戦で6回に、黒川守備の頭部に死球を当てき研究退場となった。11月2日、 戦力外通告が公示された。戦力外通告後は、現役続行を希望し12球団、合同トライアウトに参加していたが、2021年1月5日に、現役を引退し、球団職員として球団に残ることが発表され、後日ジャイアンツアカデミーのコーチに就任したことが発表された。藤岡の東急フォーム3クォーターから、 平均球速約時速 139km、最速時速 153km のストレートと、中央2種類のスライダー、カーブ、稀にフォークを投げ分ける。投球のほとんどがストレートかスライダーである。決め球であるスライダーを中心に脱三振能力は高いが、プロ入り前に高く評価されていた。制球力は、プロ入り後の通算よし、球率3.59と精細を、く。 また2014年度は基本類だが規定へ未到達ながらリーグトップであった。2012年度シーズンのオフに同僚のナルセ・よシヒサからチェンジアップを伝授されたが実戦では一度も投げていない。クイックやフィールディングに優れ野手としても非凡な才能を持ち学生時代はバットコントロールには自信があると言っていた。50メートル6.2秒、遠投110メートルと 身体能力が高く、高校時代には、監督から、中堅賞をやらせたら、ピカイチとも評された。東洋大学野球部では、ウエイトトレーニングではなく主に走り込みと、投球練習での体作りが推奨されており、太もも周りは63センチという藤岡の、がっしりと、安定した、下半身も、この、トレーニングの成果と言われる。2012年1月2日、 QVC マリンフィールドの初売りイベントにて、初のチームイベント参加となった2012年1月2日の新春初売りイベントでトークショーを担当し、同年の目標を新人王と書き初めをし、ファンに披露した。日本プロ野球機構新人選手研修会恒例の話し方、インタビューへの対応講義において、 モギインタビューでの受け答えを講師役の元日本放送アナウンサーの深澤博士から100点満点と、評された。埼玉市にあるロッテの新人寮へ入寮する際、1年、前のドラフト1位、石峰正大、2年前のドラフト1位、小木野隆志が入った出世部屋に入ることが決まったが、活躍して早く大量したいという思いから、 荷物は最低限のものだけしか持ってこなかったという。また、入寮の際は、大学ビッグ3と呼ばれた、同期の野村祐介、菅野智之と共に撮った一番の宝物としていた、写真を、準備に焦って持ってくるのを忘れ、沖縄県石垣島でのキャンプでは、キャンプ用に、わざわざ用意した抱き枕を持ってくるのを忘れるという、素顔のマイペースな一面を見せるエピソードが続いた。 自身の話題が上がる日に、なぜか必ず別の話題や出来事が起きたりするということを、藤岡自身も語っており、ドラフト指名当日には、巨人単独1位指名確実と言われた東海大学、菅野智之が競合の末、日本ハムファイターズに1位指名されるという大きなサプライズが、正式契約の日には、巨人の清竹入理球団代表権 GM が、 渡辺常雄球団会長を告発するという事件が、新人寮への入寮時には同期入団の中遊兵と夕平と、増田直也が電車を乗り間違えて、入寮に大遅刻をするというハプニングが発生。初のブルーペン入りを果たした当日は、ダルビッシュ優が、MLB レンジャーズと正式契約となり、初の大外チームとの先発予定試合で、相手は、 巨人の沢村拓一と話題になるには十分な舞台が用意されたものの雨天中止、本拠地、QVC マリンフィールドでのオープン戦初先発の日には、AKB48 の前田敦子がグループを卒業すると突然の発表を行ったというニュースがあり、話題をさらわれている。2012年3月23日に行われた、東洋大学の卒業式で、学長賞と、 創立125周年スポーツ報奨制度表彰を受けた。同校の同期で共に受賞した箱根駅伝で4年、連続区間賞の柏原隆二とは、式典で初対面となり、お互いの活躍を祈って、エールを送り合った。両親も自身も、血液型は AB 型。大学時代の野球部同期に二重人格を疑われるほど、マウンド上と日常の様子が違うというが、 本人には、その自覚はないらしい。同期の中あと夕平、増田直也とプライベートでも仲が良く、自前の RV 車で移動していた。代々プロ野球でルーキーは1年通して、シーズンの過ごし方を体験していないから、試合に集中させるためルーキーは、球場から宿泊先、寮まで、バス移動が基本で、車移動の容認は、異例の待遇だという。 2013年1月14日、約5年間交際した6歳年上の女性と同年1月8日に結婚したことを発表した。ありがとうございます。